そして万年筆の日、秋は不動産取引が活発になる時期であり、2、10、3の語呂合わせから不動産の日、そしてビーズのボーカル稲葉浩志さん、俳優タレントのカビラ J さん、イジリー岡田さん、カノー姉妹の妹の方ですね、妹の方のカノー美香さんのお誕生日です。おたおめ、改めましてこんばんは、みえみえことみえこです。まゆうことまゆみです。そして、パーソナリティ FM コダスタッフの塩素です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は塩素くんがこういろいろミキシングをね、やってくれるということで、はい、普段私があっちで座って、ね、そうわたわたしながら喋ってますけど今日はこんなにも自由時間があるのって解き放たれたかすごいよね。そう、ただあゆがねちょっと休みでね、そう休みなんです。で今日はね送別会に参加するということでね。ああそうなんね。そうなんです。だから来週からまた元気に、はい、やってきますので ね。で先週も言ったけどね先週は病欠、今週はまた予定が入ってしまったということでぶっちゃけね帰ってこいよね、もう待ってるからね。ケツピーもね、そう今週はそう自主ボイコット、お勉強するって言って勉強みたいな、意味わからないですけど、僕政治に興味持ちましたって言って、はい、政治経済の勉強してるみたいですよ。すごいね、まあ、秋はね勉強のこう秋っても言うから ね読書の秋か、読書の秋だからね、もう勉強もしたくなるのかな、ちょっとねおかしくなる時もあるかもしれない。でまたペスピーが戻ってきた時には温かく迎え入れてくださいね、お願いします。女子のパワーで跳ねのけられたと思われてるからね。そう、そんなことないです、ね、違いますからね、私たちは優しく包んであげてるんですけれども、そのつもりだったんですけどもね、ということで、はい、ちょっと楽しくいきましょうね。はい、ツイキャスからご参加の皆様ありがとうございます。ありがとうございます。はい、白熊スタンプいっぱいいただきました、ね、ありがとうございます。ラララガマサイガーさん、ほんほんとだ、白熊スタンプが、はい、あ、エイズさん、美人さんたちこんばんは、お邪魔するね、ありがとうございます。1時間頑張れる、ね、もうこれで頑張れるありがとうございます。あ、そして、うん、アルファウィングさん、どうもみえこさん、ゆさん、テスピーさん、グッイーブニング。そして今夜誕生日を迎えたアルファウィングです。実家からツイキャスで楽しんでますよ。そうなんですね、おめでとうございます。お誕生日ということでおめでとうございます。何かね、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、
ハッピーバースデーディアアルファウィングさん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。ということで、よかった、歌のプレゼントができました。そう、はい、ね、うん、1年に一度のね、素敵な日ですので、ね、素敵な日、はい、水曜日でよかった、本当に、ね、こうやって言われてよかったわ。そう、ちょっとプレゼントが来たかな、ね、はい、おめでとうございます、ね、素敵な1年でありますように、ね、はい、では行きましょうかね、行きましょうか、はい、はい、では週の真ん中水曜日夜9時沖縄市パーカベニューにある FM コザのスタジオから元気に生放送しております。見え見えああいうそういうことは明日も頑張れる自分になるための元気注入リクエスト番組です。ラジオを通して私たちと一緒にユンタクおしゃべりを楽しみましょう。はい、そして9月のトークテーマは失恋ハートブレイク幻滅です。風が少し涼しくなり、なんとなく物思いにふけてしまうということはありませんか。うん、好きな人に振られてしまったという失恋話、そしてこんなことを見て聞いて心が傷ついた、幻滅したことがあるなど、あなたの失恋ハートブレイク幻滅にまつわるエピソードを聞かせてください、はい、そしてこの他にも自由なユンタクを楽しむ中ヌ現場、脱力系お悩み相談、あゆみつ先生の親並み病院、みんなで乾杯、お疲れ乾杯があります。あゆみつ先生へのご相談、そして私たちに試してほしい新商品の情報などもお寄せください。お待ちしています。はい、メッセージの宛先はメール761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp 761は数字です。ファックスの方は098-934-8653 098-934-8653です。メッセージに番組名の見えあゆ、そしてあなたのラジオネームを書き添えてください。ラジオの電波が届かなくても動画で聞けます、うん、検索サイトから FM コザを、調べて、うん、ユーストリームまたはツイキャスでお楽しみください。ご参加お待ちしております。お待ちしています。見え見えあゆそういうこと、この番組は沖縄市合わせのカラオケスポット歌姫、ヤドカリマークが目印の運転代行潮風の提供でお送りいたします。はい、では早速オープニングナンバーいってみましょう、はい、今巷ではどんな曲が人気なのでしょうか。今日は不定期企画最新の音楽をチェックレコチョク週間ダウンロードランキングで選曲しました、はい、1曲目はまずはシングルダウンロードランキング2位、フジテレビ系月9ドラマの恋仲の主題歌でしたね。家入レオで君がくれた夏。
もらえるツボも散りばめられてて、ちゃんとした真剣なドラマなんだけど、そこのツボにハマったら笑うみたいな。そういう感じの、ちょいちょいなんか、そうそう、ちょいちょい笑える。うん、あるのあるの。ドラマも終わってしまったからね。テレビで歌番組、ミュージックステーションの10時間の放送だったね。あれ家でギリギリまで見たから、ね、そうそうよかったらラジオにもお付き合いいただきたい、ね、ラジオなかったら多分出るも私も撮影まで見てた。でも私も早く出ないといけなかったから、ユズのところで終わったから、ね、だからまだ分かんない分かんないから言わないで、また出したらまた録画まだから本当だメールも意見そろそろ曲が終わりますね。はい、じゃあマイク入れます。お届けした曲は家入りレオで君がくれた夏でした。実際に繋がってるんだと思いますね。そうなんだ。なんでちょっとこのボリュームが変えられるのかな。あ、すいません、ありがとうございます。のコーナー、中現場のコーナーです、はいはい、普段はね、あゆが一、ね、人でねやってくれるんだけれども、タイトルコールをしてますけども、今日は2人で2人バージョンで ねうるさかったかと思う本当、ね、ちょっと楽しかったけど ね, ねそうそうそう、ね、スリルがあってね、スリルスリルか、はい、じゃあ行きましょうかね、はい、ラジオやテレビの現場で働く私たち、この時間は仕事やプライベートの現場で体験したことを報告したり、うん、今月のトークテーマについてリスナーの皆さんと一緒にユンタクしたりするフリートークのコーナーとなっております。はい、一応今月のテーマは、ね、今月のテーマは失恋、幻滅、ハートブレイクなどなどとなっております。そうです、ね、はい、なんか幻滅が重すぎるってことで、あ、そうかな、ね、そうかそうかそうか、ショックでもいいかもねみたいな、ね、そうだね、言われたね、うん、直してない、まあ、
や、でも私が直してない、うん、いやでもそれぐらいの勢いで、そう、ね、うん、そうそうね、傷ついたエピソードが ねあればそう、ラジオで告白して、ね、そう吐き出して、そうそう、その、ね、癒してもらおう、癒されるか分かんないけど水流してもらおうか、そうね、そうよそうよ、一度吐き出したらね、うん、もう、あ、こういうことだってこんなもんかみたいな感じになる場合もありますしね、ありますし、そうじゃない場合もありますけれども傷を広げないようにちょっとこっちも努力しますの です、ね、はい、優しくね、満足を張れるように ね頑張っていきましょう、じゃあ、はい、早速失恋ではないんですけれども、うんうん、メッセージ届いてますのでご紹介しましょう、はいはい、ハッピーエピソードじゃないですか ねえ、そうそうそう、はい、ムーネーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんとムーネーさん、そうそう、ギャラリーにもいらして、ねえ、ねえ、早速読ませていただきますね。はい、みえみえ、あゆ、てつぴー様、こんばんは、お久しぶりです。ムーネー先生です。はい。前々週の土曜から先週木曜日の5泊6日で東京横浜へ行ってきました。いやー、ね、楽しかった。生で大相撲9月場所。初日を観戦、白鵬が負け座布団が舞うのも生で見ました、すごい、あのテレビのシーンを迫力の、ね、生で見たということで、そして横浜滞在中とにかくカラッとした風が心地よく、みなとみらいにいるときは最高でした。横浜は古い建物が残っていて街を歩いていても楽しく、また行きたい、横浜に帰りたいと今でも思っています思い出話、メールでは語り足りません。ちなみに横浜ではたくさん歩きましたが、沖縄に帰ってきて歩かなくなりましたということでね社会派の求めですうちなんち歩かないっていうね、うちなんちはね、もうそ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 う、そっか、大相撲すごい、ねね、あの白鵬ってね、あの、うん、今回それで負けちゃって休みに入っちゃったんですよね、うん、そうなんだ、確か、なのですごく貴重な、本当 ね貴重な場面を見てたわけですね、うん、そこにいたわけですよね、うん、そう、すごくじゃあね、興奮したでしょうね、うん、そう、なかなかね、若い人がこのね、こういう場所に遊びに行くってないと思うんですけど、ね、まあ、こういう場面に多分あったらちょっと夢中になっちゃうかもしれない、ね、これでハマっちゃうかもしれない、もともとでも好きなのかな大相撲、うんうん、あ、好きなんだ、そう、すごく詳しい、そうなんだ、ね、本当にあの行司さんのね、うん、あの持ってますから、ね、本物のやつを、本当、あの、なんて言われうちわみたいな、そうそう、本当にすごい相当好きじゃん ね、 ねえ、そうなんだ、そうなんだ、今の仕事してなかったらきっとそこにいたかもしれない勝手に想像してるけどね、でも似合いそう、似合いそう、すごいいい、楽しかったですね、ねえ、あ、いいな、行ってみて、今いい季節だね、うん、そう、確かに涼しかったかもしれないですね、街歩いてて風とか、うん、ね、沖縄ちょっとまだ暑いもん ね日差しが、朝晩は涼しいけど、うん、今日も本当に暑かったね、うん、暑かった昼間ね、そう、外に出たらもう暑かった日差しが、そう、今日ちょっとあのメインプレイスの方に、うん、あの那覇のおもろ町のメインプレイスの方に行ったんだけれども、うん、観光客の方が多いですよね、あっちで、うんうん、でエレベーターに乗ってこう外が見えるエレベーターだったんだけど、そこで観光客の方の会話が外見てめっちゃ暑そうあ、今クーラーの中にいるからね、そうそうそう、外見て綺麗とかじゃなくてめっちゃ暑そうその感想そう、暑い沖縄選んできたんじゃないの、ね、そうそうそうまあでももしかしたらこの時期でこんなに暑いのかっていう改めて思ったのかもしれない ね9月もそうね、下旬だからもう、うん、もうちょっと寒いかなみたいな、ね、そう、土地によってはね、必要かなと、東北とかから来てたらほら、うん、もう東北の方だったら9月って言ったらもう寒いんじゃない、寒いかな、寒いんじゃないとかいろいろ想像しながら、なるほどナイス感想ね、本当もう的確な感想でしためっちゃ暑そういい天気とかね、ね、そうそうそう、沖縄だねとかじゃないんだね、そう、いいですね、 ね沖縄もしかしたらね、今ちょっと日差しが弱くなりかけてるので、うん、一番いい季節かもしれない、そう、ね、沖縄もね、そう、これから10月この祭りもいろいろあるしさ、うん、そう、ね、今月末確か沖縄市のあるあの合わせの方でもね、お祭りあるんじゃないですか、はい、あ、本当、あの東部祭りというものが、沖縄市情報聞いてみようと思って、あ、県総合、そうですね、県総合運動公園 で、うん、ね、あっちでね、今週の日曜日27日に、うん、開催されるので、お、もしよければ一応、祭り自体は土曜日からもうやられてると思いますので、うん、まあ、土日ね、はい、FM コタでも日曜日に生中継でお送りする予定なので、そうなんですね、そう、
ちがあの合わせから近いので、うん、なんか花火をあの打ち上げ花火上げるので、うんうんうん、その道が混む可能性がありますが、あのご協力お願いしますっていうちょっとチラシが入ってて、すごい大きな祭りなんだね、うん、楽しみだ ね、そう花火を特等席で見れるかもしれない、うんうん、そっか、家で家から見えるってことじゃん、見えるかもしれない、まあ、でもあのねあのその隙間からなんですけど、そうビルとビルの建物の間からね、ベランダって言ってもちょっと 空がねちょっと小さい感じなんだよまあね、でもそれでも見れたらね嬉しいよね、うん、はい、そういうことで ね今月のテーマ何でしたっけ、うん、あ何でしたっけ今日ね、うん、今月のテーマね、そうそう失恋っていうことでね、うん、なんかリサーチしてきてくれた、そう私もねこう失恋した失恋した時男はどうなるのか、はあ、女はどうなるのかっていうね、はあ、ちょっと興味深い、うんうん、やっぱりね脳みそが違うんですって男と脳の作りが違うから、うん、同じ失恋した場合でも、うん、そのパターンがあるんですって、ねえ、ということで男性と女性で、うん、大きく分かれるっていう感じですか、そう、まあ、まあ個人差はあるけれども、うん、例えば失恋した時男の人はとにかく動きたくなるだそうです、そうなの、そう一般的に落ち着かないってこと、失礼した後動きたくなるんだって、もう帰るわーみたいな、あーなるほどね、そう海に向かって走ったりとか、ね、女の人しないでしょ、失礼したからって別に海に向かって海に向かって走ったりしないかなあ確かに旬としてあの動かないようなイメージはあるかもね、うん、そう女性はね、うん、例えば焼け酒の後バッティングセンターとかあ男の人は、そう男の人はね、そこでこう喧嘩三昧とかさ酒飲んで喧嘩三昧とかなっちゃうのが男の人なんですって、そういう傾向があるんですって、あそうなんだ、うん、どうですか、どうですかムーネさん大丈夫ですか、手でブルブルしてる、まあまあ個人差があるからね、うん、どっちの方なのかな、どっちの方なのかな、あ後で聞いてみようかな、そうああ動かない方、動かない方、うちにこもる方そうそういろんなパターンがあるんですけど、うんうん、でもまあとにかく男の人は動きたくなって、そして結構引きずるというね、データですよ、データで出ていますね、そうそう、なるほどね、そう、へえ、さあそして女の人は、はい、まあ分かるんじゃない、見え分かるんじゃない、とにかく話を聞いてほしがる、あなるほどね、あ男性と女性とか逆とかじゃないんですよね、じゃないんですよ、あなるほど、女の人はもう話すでしょ、失恋しました、うん、落ち込んでるのに電話するでしょ呼び出すでしょ、聞いてそうそう聞いてもらいたい、聞いて、うん、誰々がさみたいな、うん、ひどいと思うわ、うん、みたいな、ありえないよね、わかるわかる、友達わかるよ、うん、おかしいよねみたいな、よかったよあんな男打ってこっちから願い下げようみたいな感じそう、なんかそういう同意をしてほしくって、そう話を聞いてほしがるというね、女友達とか家族に、うん、とにかく事細かに話すと確かにそれですっきりするんですって、ね、うん、そうね、一応まあ失恋のね大きなこの傷つきに関わらず、うん、もうなんか嫌なことがあった時とか、そう、もうなんかもう、もうこのなんかむしゃくしゃした思いをどうにかしたいって言った時には、ね、吐き出したくなるんだよね、そうそうそう、ちょっと聞いてよってね、そう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 なるそう、本当にそうなんですよ、ね、なので案外あっさりするんですって、あすごい口でガーって言ってる割にはもう信じられない、うん、もうなんかこの先生きていけないみたいな感じで口で言ってる割にはあったりあっさりしてる方は女の方なんですって、わかる気がします、なるほど、じゃあその女性がちょっと聞いてよってその聞いてよって言った相手が男性だった場合、なんか共感にはならないわけですよね、男性だった場合、あなんだろう、私が失恋して別の男友達捕まえてちょっと話聞いてよみたいな、あいつひどいんだけどみたいな話をしようとした時に、わかるわかるっていう風には聞かない可能性があるから、ね、だからちょっとこっちもなんかすっきりしないみたいなね、そう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 、うん、だから男の方にもちょっとアドバイスとしては、うん、こうやって女友達が例えばミエがこう、うん、失礼しましたってなった時にちょっと聞いてほしいんですけどって言った時にはもう話に辻褄が合ってなくてもめちゃめちゃでもそうなんだ、うん、そうなんだ、うん、大変だねって言ってくれればもう自分で解決するからわかります、そうそうそう、わかる、そういう風にやってほしいなと思います ね、確かにね、うん、どうですか演奏さんまあなんか女性の場合はなんか誰かに聞いてなんか
こう愚痴とかそういうの発散したいのは聞いたことがありますね。うんうんうん、ねえ、そうそうそう、なんかね、失恋に限らずってことよね。うん、さっきミエが言ってたけど、むしゃくしゃした時に、あの、うわーって動きたくなるとか、動きたくなる、スポーツしたくなるとか、なんかとか、なんかシャドーボクシングしたどうですかね、かマラソンに出るとかね急に走り出すとどうですかね、自分はどっちかっていうと、嫌なことがあったらもう寝たりとか、うん、睡眠で動くと余計なんかぐるぐる考えてしまうので、そうか、自分あのあれなんですね、じっとしてるよりかはなんかうろうろした方がなんかいろいろ考えるタイプなんで、あ、じゃあ考えたくない場合はもうこう失恋の場合は寝ちゃいたいんだ。そうですね、寝とけばあのとりあえず少しはちょっとなんかこの気持ちがちょっと落ち着くっていうのがあるので、まず考えないようにして休もうっていう。そうですね、休もう優先しよう。そうだね、そういう手もあるかもね。寝る、いいね、いいね、そうそう、ま、私女性としても寝るけど、ま、寝るけど、寝る前になんかこのまず言いたいよね。そう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 、言わなきゃ寝れないよね逆にね確かにあ、言い忘れたとか言ってもう一回起きてな話す、うん、話したりとかねそうなのよ。でもなんかこう、まあ、失恋に限らずなんだけど、こうやって吐き出すから、うん、こう吐き出される相手は迷惑だけどもでも吐き出すことによって、だから、うん、あのなんだろう、細胞とかも若返っていくんですって、うん、溜めない分すっきりして長生きできたりするんですって、うん、吐き出す方が。だから男性もなんか我慢せずに吐き出した方がいいのかも、うん、なんか弱音とかいっぱい吐いちゃっても、ね、うん、いいのかもしれない、ね、うん、そう思った、ねね、世の男性陣、ね、そう我慢強いね、あの辛抱強い男性陣、それも素敵だけどね、そう、いいですけど、ね、本当にきつい時はやっぱね、ちょっとポロって、ね、行った方が、出した方がいいかなってね。そう、そしたら女の人もちょっと母性本能にこすぐられて、ね、言われた方が逆に、あ、大丈夫みたいな。そう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 。困ってあげたくなっちゃう。そうなるから、たまにはね、弱音もいいかもしれないね。うんうんうん、ね、はい。とツイキャスからイミッチャさんが、あ、ありがとうございます。おじさんは失恋したらカラオケで泣き歌を歌いたいけど。うん、一人でカラオケ行く勇気ないから車で泣きながら歌うなって、いいね、もちろんサングラス必須って。あ、そうなんだ、いい考え。でもいいね、いい考えです、いいね、いいね、うん、そうだね、カラオケもいいし、うん、この車でこう大声でね、うん、そうそう、歌いながらドライブっていうのもいいかも、うん、ね、いいですね、うん、はい、アルファウィングさん、はい、俺が失恋した時、はい、はっきりと覚えてないけど、うん、自宅でめったに飲まない缶ビールとチューハイをガブ飲みして、うん、お手洗い行って後に記憶飛んだのを思い出しました結構飲んでたんですね。じゃあ結構飲んだんです ね、そうなんだ、まあ、でも飲むのもね、いいあれかもね、確かにね、うん、そのあの思考を休ませる意味ではね、そう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 、さっきみたいなすぐ寝ちゃえっていうのとね、うん、通じるものがありますね。いいかもいいかも、はい、みんないろんな失恋の対処方法が、うん、そうそうそう、ね、あっていいです ね、うん、みんなこうやって経験値を積んでね、そうね、大人になっていくんですね、大人になっていくんですよいいんですよ、失恋も大切な経験のうちだからね、うん、そうそうそう、人間大きくするでしょうね、本当にね、本当本当、いっぱい恋していっぱい失恋しましょう成功する方が多い方がいいけどね、そうそう、多い方がいいけど ね、両思いも楽しいけどね、そうね、そう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 、はい、じゃあ皆さんからの失恋話、はい、はい、ハートブレイク話まだまだお待ちしています、お待ちしています。では一度締めて次の曲いきましょうか、ね、はい、はい、ここまで中の現場のコーナーでした、続いて、曲をお送りしましょう、最新の音楽をチェックレコチョク週間ダウンロードランキングで今日は選曲をしています。続いてはシングルダウンロードランキング3位の曲、うん、映画アンフェアディエンドの主題歌となっております。3代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE でアンフェアワールド。車で歌うっていうのはなんか運転しながら歌うってことですかね、うんうんうん、なんか多分ね、CD かけながらとか歌うんじゃないか、うん、カラオケでなんか歌うのって自分もちょっと勇気いるなって思うんですけど、あ、一人で行くの、一人で行くのはいいんですけど、うんうん、あのカラオケって防音じゃないじゃないですか、あのー、ね、若干漏れてるでもそれがなんか一人でカラオケ行くとそれが一番なんか気にするというか、あ、どうしても外に逆に気使っちゃうんだ、そっか、外に声が漏れる、漏れるのはいいんですけど、うんうん、プラス
外から中の様子も見れるっていうの見れる見れる見れるねどっちかにちょっと、ね、もうちょっと良くしてくれると助かるなと思います、ね、要は防音で中の声が聞こえないか、向こうも仕切りでちょっと見えなくするか、そうね、多分どの個室もなんかカメラついてると思うので、あやっぱりついてるんだ私何やったの、の人私も結構一人で行くんだけどでなんかこの声が漏れてるのとかも最初は気になってたけど、後から気にならなくなってから、それも最初はちょっとちゃんと閉まってるかなみたいな、店員さんが飲み物持ってきた時に帰る時にちゃんと閉めたかな閉め直したりとかしてたんだけど、もう今それも全く気にならなくなって、多分回数を重ねることに気にならなくなりますよ、見られてもそうそうそう、でなんかそんな何でしたっけカラオケで一人で漏れるから、ああ漏れるから、そうそうね、でも大丈夫、負けずに行った方がいい、一人で、そう私も行ったことある、うん、楽しいよね、そう楽しい、楽しいし、うん、そう私は気にせず泣くね、泣きながら歌うねそうねそうね、でそで都会の曲とかで、うん、あ私もこれ歌いたいと思ったら、そうこれ聞こえてる向こうに聞こえてるのも承知の上でもう気にしないからね、漏れてるのはお互い様だから、そうそうそう、歌声を一緒一緒それがあれだね、大人になってそうなの、ただカメラはね、やっぱりそうそうカメラの話しか、カメラはさ本当にあるのかな、やっぱりあすごい裏でもすごいよね、でも必ずこうやって歌ったりさしかもちょっと座ってからこうちょっと色っぽい系の歌もみたいな感じで歌ってるから見てみたい、それはもう映ってるかもね、録画して見てみたいファイルダメ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 、そっか、なんか花火が来てる、おすごい、ありがとうございます、ありがとうございます、素敵、そういうこともできるんですね、わーすごい、読んでるよ、私大島の部屋、なるほどね、実名だね、いいね、やるこれ、あ、やりまーす、あ、これレンズ取ってあるのか、あ、ほんと前買ったかった、ほんと気づかなかった、あ、ほんと気づかなかった、入ってないと思う、ほんとだ、ほんとだ、じゃあどっちでもいいんだね、ほんとにね、うん、なるに先生になります、素敵、はい、あまりメガネが似合わなくて、そう似合うよ、似合うよ、そうか、じゃあ今日は私つけてみようか、うん、似合うじゃん、似合うじゃん、ニュースキャスターみたい、なんかちょっと校長先生みたいな、校長先生この辺の黒さがなんか校長先生っぽくない、そうね、分からんけどそれぐらいで、うん、そうか、そうか、チーフの遊び、そうね、そうね、チーフね、私は見習いだっけ、なんだっけ、あゆみつ先生の、あゆみつ先生ポジションなんだっけあゆみつ先生はナース、医者、そうそう、あと、ナース、私はナースで、あゆみつ先生も先生だもんね、先生、ドクター、あ、そっか、じゃあ私はあれだっけ、見習いね、見習いだっけ、もういいかな、なったと思う、あゆみつでいいのかな、そうそう、医者でもよかったわ、メガネ女子やね、いやー、ほんとほんと、そう、軽めの集団コスプレ、そうなんですそう、今日は白衣、ね、がなくてね、そうなんですよ、長期クリーニング中結構ね、結構白くなって帰ってくるかも来週切れるかもね、そう、洗いすぎて、じゃあそろ、はい、行きましょうか、はい、じゃあマイク入れます、お送りしたのは3代目 J ソウルブラザーズでアンフェアワールドでした。この後は真由美先生の登場です。はい、ありがとうございます校長先生みたいな、なんか自分で保健室の先生、保健室の先生みたいだよね剣道のさ、その防具ってなんだっけ、あれ、このなんていうのかな、剣道の面じゃなくて、なんだっけ、あれみたいな
これ防具みたいな。剣道。剣道のあの被るやつ。面。面。そう面。面。あ、面がいいのか。あれはなんか面とか銅とかっていうのはもうその防具の名前になる。そうか。面を打ったっていうことだ。ということで面なんだ。面で銅なんだ。銅で。でこれが固定で。そうだそうだそうだ。そう思ってたもんね。そうかそうか。そうなんだ。意外と押しちゃった。ね、本当だ。8分ぐらい押したか。すごいね、意外に盛り上がったね。何話してたから、しかし。しかし覚えてない。しかし覚えてない。そうか、恋愛の話だね。そうね、やっぱ恋愛話は盛り上がれない。そうね。うん、男子がいないと余計盛り上がるよね。そう、女子はね。テスピ、あ、いるけどね。テスピが目の前にね。そう。テスピは女子だけの話。圧力かけるから。ってなるけど、エイさんも見守ってくれるからね。女子が はたけられる、ね、女子会に呼んでいい男子がなんかいるっていうじゃんね。ただエイソンさんとかさ、うん、女子会にも呼ばれそうじゃない。呼んでも一緒に話が盛り上がりそうな。そうなんか厳しい。呼ばれる。呼ばれたことはないですけど。呼ばれそう。そろそろ始まります。はい、あ、じゃあタイトルコールは、はい、まゆみ先生でお願いします。まゆみつ先生のおやなみ病院。始まりました。始まりました。まゆみつ先生のちょっていうのもね、ちょっと上手になってきたかなって。そう、自分でもね、セクシーステップンから始まりましたけどね。始まりましたよ。そうですよ。うん、はい、ちょっとあの際どいところでありますよね。あのキスかあの下打ちなのか、まだどっちかなっていう感じなんですけれども、そこはね、まあ、はい、うん、そうね、この先お楽しみにということで、はい、ね、そうですね、どんどん同行にね、同行に成長していくかもしれません。あゆみ先生のすごいですからね。すごいよね。粘りすごいですよね。セップンの、ね、粘りね。回答区は粘り。わかりました、はい、まあ、学ぶところでは一応ないですけど。はい、はい、じゃあ行きましょうかね、はいはい、この時間から私たち、はい、両方とメガネをつけておりますが、そうですね、はい、暮らしの中のちょっとした悩みや素朴な疑問、あなたにもありませんか、うん、恋愛体質のセクシー女医まゆみつ先生が皆さんのお悩みを面白おかしく、はい、時には真面目に解決いたします、はい、お悩み相談随時募集しております。募集しております、はい、今日の診察担当はまゆみつ先生、はい、ミエナース、そして変装です。変装技師です。変装技師。よろしくお願いします。レントゲン技師なんだっけ。撮ってるのまだ見たことないから。そうね。まあ、でも専門なんですよね、きっと ね。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速、そうね、最初の方、早速お招きしましょうかね。そうですね。はい。じゃあ1番さん、診察室に。ちいさん。ちいさんが。本当にいない。もう口で言うしかないから あ、そうね、あったわ、すいません、はい、小さいました、そうなんです、はいはい、一緒なくても成り立つんですけどね。なんかいないと心もとないっていう ね、 そ う、 ね、そうなんですよ、はいはい、では1番さん診察室にお入りください。ナイスジン、ありがとうございます。はい、ではラジオネーム O1 さんからいただきました、ありがとう、はい、私は男子バレーボールや今注目のラグビーなど、うん、日本代表のスポーツチームの試合を応援するのが大好きです、うん、でも強いサーブや体当たりなどが炸裂するたびに選手の気持ちに同調してしまい、うん、一緒に痛くなります。そう、ね、なので試合を見終わった後は体がこわばってすごく疲れてしまいます。私と同じようにスポーツ選手に感情移入しすぎて疲れ果ててしまう方いますでしょうか。どうすれば痛いと感じずにもう少しリラックスしてスポーツ観戦を楽しめるようになるでしょうか、ということで、なるほどね、お便りをいただきました。大和さん、ありがとうございます。はい、優しい方ね。そうです ね、 ね、試合見ながらね、優しい方だわ。うん、
そうね、最近ねこうバレーとかね今盛り上がってますけれども、うん、そう日本代表チームの ね、 ねあの試合を目にする機会が多くなりましたけど、うん、しかもなんかみんなほらイケメンが多いよ ね、 そうね若くてすごく才能ある人とかがいっぱいいてシュッとしててね、うん、そう見とれちゃう、ね、そういうことばっかり見てるんですけど毎日は大安さんはでも ね、 そうね大安さんはもうそんなねイケメンとかじゃなくて、うん、あ今の痛そう優しい見習わないといけないわ眉美つもなるほど、うん、分かりましたよ、はい、整いましたよ、はい、うん、それでは、はい、眉美先生の見立てはいかがでしょうか。はい、ズバリ言うわよ。剣道症候群。剣道症候群。そうなの。バレーボールですけど、剣道症候群バレーボールですけど、あの防具をつけていただければ剣道の大丈夫かなと思ってね。なるほど。そう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 。痛くない痛くない。ボールをつけていれば大丈夫なんですよ、ボールが当たってもこう面に当たってもちょっと衝撃があるだけで、そう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 、だから大腕さんがもうバレーボールの選手は防具はつけられないけども大腕さんがね観戦するときに防具をつけて観戦していただければ全然痛くない、大丈夫です。大丈コテ もここに当たってもサーブするときももう痛くない、痛くない、ね、大丈夫、全然大丈夫ですので。ただどこに売ってるのかな、スポーツショップかな。あとはこう学校に行って貸してもらうとかいろんな入手方法もあると思いますのでぜひね、あの、はい、防具意識揃えて見ていただければいいなと思います。あいみつ先生も言いそうな、なんか、はい、ね、はい、そうそう、あいみつがちょっと今テーマな感じでしたけど乗り移ってきたのかもしれない。あいみつだったかもしれません今の。バレーボールを見るときも ね、ラグビーを見るときも、そう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 、剣道の、剣道のもちろんもちろんもちろん、フィギュアのときも転ぶかもしれないからフィギュアのときも防具つけてみてください。ただこう陸上の時はちょっと重くなっちゃうから陸上の時は、ね、一緒に走る気持ちだったらね、そう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 やって臨機応変にやってみてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうですかね、まだまだいけますか。そうですね、ちょっと短くいきましょうかね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。まさか、ツイキャスからイミッチャさん、まさか患者さんは、うんうん、ガラスの外で右に左に動いてスタジオを見てる方ではないかっていう、うん、患者さん違いますよね、えどうなんでしょう。そうです、はい、大和さんなんですけど、うんうん、はい、あのアルファベットの O に数字の1です、うん、あ、そうね、はい、なので違う、大きいワンじゃないのね。そうなんですよ。そうなんです、はい、そうなんです、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、はい、では行きましょう。2番さん、診察室にお入りください。ラジオネーム、R18 さんからいただきました、うん、ありがとう。最近〇〇がありましての話、うん、僕にもありまして、うん、僕の場合最近すれ違う人たちによく声をかけられます、うん、つぶやきと言いますか、うんうん、特にお年寄り幼い子供に、うん、形が見えるというよりか頭の中で見えるというか、うん、その時は僕も相手も一人なので声をかけたのはこの人で、かけられたのは僕しかいません、うん、はい、なんとなく分かってきました。肝心の内容は様々で、あらあら、うん、あんたは大丈夫よ、遊びたいな、こっちを右へ、感情性眠いなどなど、うん、でも怖いつぶやきも、うん、シェーしぶといまだいちゅんな、へいくな面相地しむんど、あのウラン段階にせやんやはごっさの邪魔読み方合ってますかね。あ、大丈夫です。うちの口から大和口までたまに外国語、うん、どうしたらいいのでしょうか、気のせいにしたいです。あ、ということで、そういういろんな悩みが来るのね。そうね、親並み病院にはね。あ、そう、これはあの外傷とかではないですよね。そうね、怪我ではないですね、完全にね、うんうんうん、あ、そう、うん、はい、私最初はもうほのぼの聞いてたのに今今ね、うん、あ、でもなんかちょっと違ってきたちょっと方向性がね、そうね、大丈夫なやつかなって、ね、これ思いながら紹介しちゃいました。あ、そうなのね、あ、そうなのね、これウートウトー的な感じ。そうね、そういうことですよね。そうよね、あら、そう、わ、はい、かり
ました、うんうん、ね、これも専門外ではありますけれどもまゆみつはねちょっとそういうのはゼロの方でして、そういう なんていうんですか、この、はい、第6巻とかね、そのスピリチュアル的、スピリチュアルは好きなんですけど、うん、そう、わかる、好きだけど全く、あ、そう、霊感とかはないみたいな、相手にされてないみたいなそういうタイプなのでね、うん、そうですか、わかりましたよ、はい、はい、よろしいですか、はい、整いましたよ、はい、はい、うん、まゆみ先生の見立てはいかがでしょうか、はい、ズバリいっちゃうわよ耳栓症候群耳栓しても聞こえるかなごめんね、そういうことか、そう、途中までほら私ほら、うん、違う話だと思って聞いてたから、あ、そうね、でもなんか意外にもしかしたら耳栓したら聞こえなくなるかもしれないよ、私が大好きな海外ドラマがありまして、うん、そうよく言ってますけど、うん、ミディアムね、あ、そう、好きって言ってたね、その中で、うん、そう、主人公のアリソンが、うん、あの病院に行くと、うん、あのいろんな人に話しかけられるから嫌だと言っていて、うんうんうん、それでもどうしてもこの捜査のために病院に入らないといけない時に、うんうんうん、大音量で音楽を聴きながらヘッドホンつけて歩いてましたね、あ、もう聞こえないようにってことね、そうそう、私聞こえないですよ、うん、アピールをしながら歩くっていう、あ、なるほどね、なので耳栓してるよって言いながら歩いたら、それもいいかもね、もしかしたら、あ、聞こえないのかってね、そうそう、なるかもね、なるのかもしれない、じゃあ耳栓も大きい方がいいかもね最近のあのこのちょっとおしゃれなこの見えないやつじゃダメかもねもうなんかわかる、昔のコルトみたいな、耳から飛び出してるぐらいのなんかアメリカのアニメのみたいなわかりやすいやつがいいかもしれないね、なそっか、そうですね、うん、それはね一つのいい案かもしれないです ね、それでまた聞こえるようだったら、うん、じゃあまたその時はまた聞こえましたよっていう風にねまたあのお便りくだされば、そうです ね、今度はまたあゆみつ先生もいらっしゃるかもしれないの で、 そうです、ね、答えてもらいましょう、はい、またね違う角度からアドバイスができるかもしれません、ね、できるかもしれません、はい、ということで、はいはい、参考になったでしょうか、うん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、では今日はここで締めましょうか、ね、そうね、あっという間の、はい、うん、分かりました、はい、まゆみつ先生の親並み病院、今日の診察はこれにて終了です、うん、悩める子羊たち、いつでもいらっしゃい。ありがとうございました。粘れなかったな。スリーキスでした。スリーキスでした。ありがとうございました。まゆみ先生でした。うん、はい、では一応一曲挟んで次のコーナーに行きたいと思います。ね、皆さんお手元のお飲み物とかね、はい、準備して待っててください。うんうんうん、そうですよ。はい、では。今日は最新の音楽をチェック、レコチョク週間ランキング、ダウンロードランキングで選曲をしています。続いては家庭教師のトライ、テレビ CM ソング、うん、目覚ましテレビ、T スプーク公式パーティーソングとしても耳なじみのある洋楽です。うん、テイラー・スウィフトで Shaky Love、 気にしてなんかいられない。ちっちゃいけど、この曲が流れて、ハッって言うんですよ。2歳とかだけど、今度はなんかコマーシャルが流れるときに、やっぱりちょっとなんかこう、なんだろう、惹かれる、ね、とらわれるっていうか、なんかそう、惹かれるのかな、ここは惹かれる曲なのかな、ね、あれみたいな感じ、あの、うん、ダイエットのコマーシャルみたいな、あー、ライズアップ、ライズアップもね、あの曲もなんかライズアップもってなっちゃう、あって見ちゃうんだよね、食べてしまったそう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 見たことあって、まあ、あ知ってるんだけど知ってるんだけど見ちゃったみたいな、でもいろんなパターンがあってな、今週はね、うん、なんか外国の方とか、うんうん、なんかもうとってもおじいちゃんとかちょっと若い人もいるけどね、
上等な。こんな感じ。チョコが食べたかった。残り少ないんで、そろそろ。あ、そう。それではマイク入れます。お送りしたのはテイラー・スウィフトでシェイキローフでした。この後はお疲れ乾杯のコーナーです。飲み物準備して待っててください。はい、お疲れ乾杯のコーナーとなりましたね。クールダウンのコーナーです。そうですね。なんかもうね、変なアドレナリンが出た後のね、ちょっと癒しのコーナーにしていただければと思いますけど、はい、巷で話題の新商品を発掘、スタジオで実際にいただきながらその魅力を紹介しています。はい、私たちに試してほしい新商品情報もお待ちしております。はい、今回ご紹介するのはチョコレートです。明治の京抹茶をご紹介します。やった見たこと、あ、大好き、うん、よかった、うんうんうん、そう、うちのテツピーね、何テツピー、ね、今日ずる休みしているテツピー、うん、ずる休みって言っちゃったが最近チョコレートにすごくハマってまして、そうなんだ。皆さんお疲れ乾杯ね、ツイキャスから参加してくださってますが、ね、用意してくださってる、そう、アルファウィングさんは、うん、ありがとうございます、バースデーケーキならぬジミーのチョコケーキとシャンパン、いいね、はい、いいね。イミチャさん、41歳の私おじさんはヤクルトで乾杯と、うん、いいですね。いいですね。超健康的、ね、はい、ということでスタジオはね、私たち今日抹茶のチョコレートで、はい、ありがとうございます。今日も疲れをねぎらいたいと思いますよ。そうですね、こうやって放送されてるからいいですよ ね、 ね、そうね、持ち運べる、そう、パッと見なんかあの、うん、ティーとかがね上品に入ってそうな、そうね、そんなね、ほんとほんと上品さがありますけど、うん、じゃあ早速パリパリと、お、そうそうそうです、うん、明治チョコの新商品ですな、ということでご存知なんですね。はい、じゃあちょっと食べてみましょうか、ね、うん、濃いの抹茶の色がしてますけど、うん、じゃあラジオの前で皆さんも一緒にお疲れ乾杯しましょう、はい、せーの、お疲れ乾杯、いただきます、いただきます、濃いお茶の味、本当本当、しっかりチョコレートしてる、ね、チョコレートしてる、うん、ちゃんとチョコレートの甘さもあり、うんうんうん、美味しい、ちょっと常温に戻しちゃったんですけど、うん、あ、全然そんなにねベタベタ溶けないし、ちょうどいい硬さですね、ね、うんうん、そう、チョコレートがですね食べやすい、うんうん、うん、ね、なんか苦くもないし、ね、うん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 、全部口に入れちゃいましたけど、みんなもぐもぐしてじゃあ、はい、ゆっくり、うん、ゆっくりね、ゆっくりね、はい、じゃあこれはですね、2013年の9月発売なので、うん、実は発売してから2年経ってるんですけども、そうなんだ、だけどあの多分季節がね、あのちょうどこの季節になると、うん、秋に合うということで、多分この陳列が目立ってきたんだと思います ね、そうかもそうかも、はい、うん、で、京抹茶チョコレートがこの箱に入って、うん、318円ですね。うん、何枚入りかな。何枚入りかな。書いてないですね。12枚。あ、12枚入って。12枚入って318円。うん、そう、ちょっとしたデータカードですけど。そうね、データカードね。ちょっとした時にね。うん、そう、お茶受けにいいかもしれないですね。そうね、はい、この京抹茶チョコレートが、うんうんうん、香りの抹茶と旨味の抹茶をブレンドして、うん、天茶を加えることで、うん、抹茶そのもののような濃厚な味わいを楽しめるように仕上げた、ね、ということで、宇治抹茶の香りと旨味、程よい苦味をチョコレートで仕立てています、うん、でこれのなんかあの仲間の、うんうん、仲間もいるの？そうなの。京抹茶チョコレート、うん、モナカっていうのもあって、あ、美味しそう、ね、ここも238円で、こっちはアイスクリームってことかな、モナカか、モナカか、うんうん、普通のモナカね、そう、抹茶のホイップチョコレートをモナカ生地で包んでいる、うんうん、サクサクの生地で
サクサク、あ、うん、サクッとしながらふんわりとした食感にって。おお、なるほどね、うん、こっちも食べてみたい ね、 ね、これ試してみたいですね。そう、抹茶とかね、こういうのが好きな方はいいかもしれないです ね、 ね、いいかも。なんか秋になってくると食べたくなるよね、うん、こういう抹茶系の。そう、なんか京都のお菓子ってなんか秋が似合う感じが。そう、うん、なんかしっとりと食べたくなるよね、うん、なのでこれからの秋の夜長にいいかもね、うん、そうですね、いいかもいいかも。皆様ちょっと新商品試してみてくださいね、うん、はい、うん、じゃあちょっとメール紹介して。あ、届いてますね、ありがとうございます。いいですかね。はい、あ、はい大丈夫なやつですか。はい、あ、ちょっとメール紹介します。はい、はい、はい、あの、みみあゆ、そういうことに当てにいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんばんは、今宮崎から聞いています。初メールをしました、ありがとうございます。嬉しい。みえみえさんに質問があります、うん、今日のファッションは何人何ですか、ちなみにデニムですか、立ってファッションを教えてください、お願いします。ネットの前で待っています、お願いします。見たいですかね、見たい見たい。でもなんでジーンズって分かったんですか、ねえ、あ、まあ、ジーンズ合ってる合ってる、見えるんですかね。ちょっと抹茶っぽい、抹茶、抹茶よ本当だ、うん、素敵素敵。あら、ありがとうございます、ね、シックな感じで抹茶色の、ね、うん、上着に、そうそうそう、はい、そう、ジーンズのね、ジーンズ着てました、うん、ビンゴです、ビンゴ。そう、見えるタイプですかね、うん、見えるどうなんですかね。はい、ありがとうございます。宮崎から聞いてくださってますかね。はい、そっか、そうなんですよ。あ、はい、わかりました、うんうん、はい、はい、そろそろ時間になっちゃいました ね、 ね、あと1分ぐらい、あっという間ですね、うん、そう、でも宮崎懐かしい、私宮崎にも住んでたから。あ、そうなのか、うん、3年ぐらいかな。あ、そうか、そう、沖縄の後宮崎に行ったの。そう、あのね、そう、埼玉の前に宮崎にいたの。だから懐かしい、宮崎もさ、いいな、美味しいね、あのさ、美味しいのがいっぱいあるのね。お菓子で言うと、うん、なんじゃこりゃまんじゅうって言って、すごい、なんかすっごい大きいまんじゅうの中に果物とかクリームとかいろんな餅とかが入ってるおまんじゅうとかもあったし、あとチーズまんじゅうもすごい美味しいの、試してみてください。すごい、そうなんだ。なんかマンゴーとか、マンゴーもね、なんかあの、なんだっけ、この、うん、あの酸味の効いたやつ、酸味の効いたサボテンじゃなくてイオカンじゃなくて、なんかポンカンじゃなくてポンカンかな、なんかあるよね。そうそう、宮崎出身の後輩がいて、ヒューガナツ、そう、それヒューガナツじゃない、よかった、思い出した。はい、美味しいのいっぱいだ。はい、じゃあまた来週もね、また来週も美味しいもの準備してね、はい、聞いていきましょうね、行きましょうね。お相手はみえみえことみえことまゆことまゆみでした。また来週ね、また来週、バイバイ、バイバイ。